さっきバイク買った時にバイクの値段がちょっと上がってましたよね。以前3万3000だったのが3万8000になってるんで。あれ値段下がってる。3万3000になってる。え、みんなからしたら多分僕がよしバイク買ったって言って、じゃあちょっとお金貯めますねって言った次の瞬間ぐらいに多分もうバイクが壊れてるシーンだったでしょ。僕もそうだったから。ここはね、来たことがあるバンカーなんで比較的入りやすいっていうのはもう。ちょっと、ちょっと燃えてるんですけど。え？そのさ、手すりにさ引っかかってさ急に燃え始めたんですけど、バイクが。ちょっと過酷な山登りしすぎた？耐久値減ってた？それともなんか、その時空の狭間にぶつかって燃え始めた、それ。いや、耐久値減ってなかったと思うんだけどな。爆発するやつだよね、多分ね。爆発するやつだよね、それね。それともまだ大丈夫。いや、もう火出てるから多分ダメだね、あれね。ああ、バイクが、まあ、買えるんですけど、あー、まずったなー。まあ、今、所持金あるんで、もう一度買おう。いや、貯めた分よ。何のために往復してたと。車にする？いや、車さ、いや、車で、買えるっちゃ買えるね。今の所持金だったら。いや、車はなー、ロストした時の、ちょっとリスクが、車ちょっとリスクが高すぎるんだよな。あれ、爆発しないタイプ？それ。修復負荷って書いてる。俺だってもう、でも、耐久値、マックスですけど？あー、なんか、ここにはまったんだよね。そしたら急に燃え始めて。ダメなやつだ。多分バグだね、それ。あの隙間にはまったら、水に入ったらああいう感じなんですよね。耐久値あるんだけど、もう燃えて修復負荷になっちゃうみたいな。別に水判定があったわけじゃないけど、なんか、そういう、いけない狭間に行ったんだろうね、多分その次元の狭間に。まあ。なるほどね。いや、今ね、この預金残高に5万入ってて、手持ちで、2万3000ぐらいあるのかな、多分。で、刀が7本あるんで、まあ、お金はね、結構溜まってはいるんですよ。なので、一旦装備整える？装備整えてさ、装備整えて徒歩で街戻る？確かにね、バイクは往復めっちゃ早いんだよ。だから、どうしよっかな。いや、バイクの、いや、バイクの何が不便って、荷物がね、載せられないんですよね。車は、インベントリがあるんで、まあ、車手に入れたら一気に、運べるんですよね、荷物を。なんだったらその、車のインベントリの中にチェストが入れられるんで、アイテム自体は、車があったらめちゃくちゃ運べるっちゃ運べるんですけど、ただいかんせんね、車をどこに隠すっていうね、話はあります。もう、いやもうお金もあるし、一旦、プレイヤーと戦うことにシフトしてもいいんじゃないかなと、思うんだよね。いやー、アウトポストがね、遠いんだよね。あとね、北にね、アウトポスト一軒しかないっていうのがね、これね、不便。このゲーム。いや、いいんだけど、それはいいんだけど、別にね。車ね、まあ、街はさ、いや、街は正直隠そうと思えば隠せるっちゃ隠せるけど、まあ、結局ね、どこにね、車置いてようが、バレるときはバレるんで、まあ、一旦ちょっと装備、
ちょっと一回バンカー行ってもいいけどな。バンカーで前回みたいに、前回っていうか、あの最初の頃のように、AWM とかが拾えるんだったら、美味しいよね。まあ、あの時は多分運がだいぶ良かったんだろうけど、何かしら武器はちょっと欲しいよね。アサルトライフルとスナイパーライフルが、まあ、とりあえず刀、ああ一本残しとくか。これちょっとトレーダー資金が今バグっちゃってて、いくら持ってんのか見えないんだけど、これ多分そろそろこれトレーダー資金尽きるはずなんだよな。だってもう今現金で4万持ってて、銀行に5万入ってるから、多分ほぼ10万ぐらいは売りさばいてると思うんだけど、まあ、10万あるわけでしょ？もう、まあ、9万か。多分、さっきバイク買った時に、バイクの値段がちょっと上がってましたよね。以前3万3千だったのが、3万8千になってたんで。あれ、値段下がってる！ 3 万3千になってる！いや、買えるんだよなぁ。いや、ここはさ、もうバイク、いや、バイクね、これね、バイクはね、登山が大変なんだよね。いや、車はやっぱ馬力があるんで、5万？いやー、一旦さ、この近くのさ、軍事施設、この C2 の軍事施設に潜ってみようか。で、武器が、ちょっと手に、本体が手に入ったら、アサルトライフルとかね。それを、修理キットここで買って、それで、もう戦いに行くのはありだと思う。これが、この人がまだ売れる、いや、わかんない。このサーバーの設定にもよると思うんですけど、無限に売れるんだったら、俺車買いたい。このままドラゴンソードをもう大量に持ってきて、ぶっちゃけ、今、街に溜め込んでるんですよ、実は。そう、街にチェスト置いてて、そこにドラゴンソードを入れまくってるんですけど、まあ、だからこんなに一気に僕、お金がね、まあ、手持ちでも4万あって、預金残高でも5万入ってるんですけど、いや、でも、そうだね、ちょっと一旦、探索に行ってみようかな、一旦、それで考えよう。それで、考えよう。そこで武器が手に入るんだったら、その武器を修理して、アタッチメントとか揃えて、街で、プレイヤーキルしに行きましょう。はい。いや、もう本当にさ、大変なんだけど、みんなからしたら、多分僕が、よし、バイク買ったって言って、じゃあちょっとお金貯めますねって言った次の瞬間ぐらいに多分もうバイクが壊れてるシーンだったでしょ？僕もそうだったから。なんだったらバイク買って、30分も経ってない。一応、2往復目ぐらいだったかな？バイクで、1往復して、で、もう1往復目の、セーフゾーンに向かう途中だったんで、僕からしても、次の、買った次の瞬間には壊れてる。いやー、いろいろあるね、やっぱりね。サバイバルゲームやってるとね、いろいろあるよね。そしてさ、こんな真っ白な世界で俺、こんな目立つ格好して。いつ狙撃されてももうおかしくない、マジで。まあでもね、イケリアはね、そんなに人は多くないと思うんで、ちなみにもう、今、サーバーの人数は15人かな。15人ぐらいはいるんで、まあ、一人二人は、僕以外に雪山エリアにいてもおかしくないかなっていう感じだけど、まあ、どうかな。あとね、最大スタミナがね、ちょっと、もう、今日だいぶ活動してるんで、もう 60% ぐらいじゃない？最大スタミナ。64% だね。なので、ちょっと一旦、軍事施設で、ベッドあるタイプの軍事施設かな。違うな。あれ、軍事施設じゃない。あれ、民家だな、あそこ、正面。ここの民家で一旦寝ようかな。多分、この下が軍事施設かな。いや、違うな、それ。
マップで見たら、あれ目の前のやつのさらに奥にあるな、軍事施設が多分。軍事施設というかバンカーが。あー、鉄塔が見えますね。見る？みんな。ほら、あれ。ちょっと待ってよ。あれ鉄塔、鉄塔というかあのタワーね。タワーというか、うん。塔というか、あー、あと金網が見えてきましたね。あそこバンカーなんで、で、ここで、この、ベッドがあるよね、多分。ベッド、あら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 、ベッドある。オッケー。ま、うん、ゾンビさんもいるね。このベッドで一旦、休んでから、バンカー行きましょう。さて、ああ、北極へ。これでちょっと一旦、ログアウトして、スタミナが回復した頃に戻ってきましょう。ここのバンカー、まあ、言っても雪エリアなんで、そんな、人に出会わないでしょう。いや、個人的にはそろそろもう、出会ってもいいかなと思ってんだよね。まあ一応ハンドガンもあるんで、別にハンドガンじゃキルできないってことはないんで、キル、まあまあ弾も、今マガジンが2つあって、で、もうすでに1個リロードされてるので、まあまあで、個別で13発はあるんで、まあまあある程度は撃ち合えるとは思うんですよね。まあ向こうがもうアサルトライフルでダダダダダダとか撃ってきたらもうちょっとどうしようかなって感じなんだけど、まあその辺はね、うまいことあって、逆にその相手にアサルトライフル持ってる敵を倒せたら大きいでしょね。えその武器もらえるんで、オッケーオッケー。ちょっとじゃあ一旦この辺で休みます。さて、あー回復してますね、スタミナ。そしてジャケットが変わってる。ご飯はあれからいっか。オッケー。じゃあバンカーに行けますか。この上だよね。さあどんな武器が手に入るかな。ちょっとねハンドガンもね、今これちょっと耐久値がもう 33% なんで、ちょっと比較的耐久値の高いハンドガンが欲しいところではあります。あと欲を言うんだったら、ウェポンクリーニングキットが出てきてくれたら、まあ、直せるんで。サイトはついてんだっけ、今。サイトはついてんのか。オッケー。ただ、あれだ。サイレンサーがついてないから、サイレンサーも欲しいね。さ、ちょっと久々のバンカーなんで。このバンカーにはね、入り口にロボットがもう絶対いるんで、ロボットのいないバンカーとかもあんのかな、もしかしたら。まあ、全部のね、この一応、このすべてのエリアに一つずつあるんですよ。この D0 には1個、D1 にも1個みたいな。そう。このエリアごとに1個絶対バンカーがあるんですけど、ここはね、来たことがあるバンカーなんで、比較的入りやすいっていうのはもう。いや、今入りやすいって言ったところじゃん。とりあえず今、サーバーには7人ぐらいしかいないんで、まあ、ここで、その、少ない人数のうちの一人と出会うことないでしょう。よっぽど運が悪くないと。これもいけるんじゃない？オッケー。うぅ。ゾンビいない？大丈夫？そこ閉めといた方がいいね。彼が、向こうを振り向いたら、向こう向いて。向こう向いて、オッケー。まだダメか。一応ね、念のために。ハンドガンホルスターね。いりませんと。これ、脇が悪いのはたまたま？それとももう、一
1時間以内に漁られてる、これ。あ、そんなことないわ。AK47。エングレービング。エングレービングは、ちょっとレアなやつなんですよね。ほら、この、この刺繍というか、この、柄がね、あるでしょ？こいつは、7.62。7.62 か。あ、アサルトライフルはもうこれでいいんじゃない？まあ、とりあえずね。じゃあ、あとは弾を拾ったり、まあ、基本は買った方がいいかな、弾はもう。あとは、この AK のマガジンですね。わこれ、ドラムマガジンですね、これ。うわ、ナイス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 。ドラムマガジンは、めっちゃ弾入りますよ。60発ぐらい入るんじゃない？それ言い過ぎ？いや、でも本当に、それぐらいは入る。気持ち。え、9ミリ弾がさ、いっぱい出てくれるのは嬉しいんだけど、俺9ミリ弾の銃を使ってないんだ。残念ながら。あ！M9 のサプレッサーだから、これ、多分、ハンドガン。あ、いいね。ついた、ついた、ついた。いい感じ。あー、防弾ベスト。防弾ベスト。あ、その、瞬間移動するの、やめて。あー、VHS。この、俺の嫌いなやつね、これ。これ、覗きにくい、この。ちょ、ありがとう、その、一回止まってくれるのは、ありがたいけど、その、急に出てくるのやめて。声出してね、立ち止まってくれるゾンビはね、だいぶ優しいですね。来たよーっつって教えてくれるんで。たまーにね、全く声も、足音もさせずに近づいてくる子がいるんで、あれがびっくりするんですよね。そっちの通路の先にいる？収まったな。これ、ね、近づくとピッピッピッっていう音がこれ速くなってくんですよ。ほら。これだからあっちにいるね。だんだん今地図が、俺の頭の中のマッピングが進んでるわ。それはそれマッピングはどうでもいいんだけど、マジで、鍵がかかったところがないですね。弾が欲しいところだね。まあ、買うのは買うんですけど、ああ、飛行機修理キットね。これ飛行機が、このスカムっていうゲームにあった時代は、結構、ああ、来た！ここここ、この部屋よ！ここね。このロックピーク、ピックロックかかってるんで、この辺だと思うんだけど、おいおい、危ない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 。何？ M16A4 のフォールディングサイト。いらないなぁ。この辺。おー、オッケー。危ない危ない危ない。さ、3.0 のサプレッサー、今もう落ちてたから。いらないいらない。オッケー、ナイス。何？あー、デザートイーグルのマガジンね。まあ、売り物かなぁ。オッケー。あー、うまい。今の完璧すぎるわ。あ、5.56 ね。やめなさい！やめなさい！人を襲うのは、やめなさい！いや、広いなぁ。このバンカー広いぞ。多分めちゃくちゃカットしてると思うけど、オッケーもパンパンだわ。さあ。帰りますか。撮ったよ。ロボットが向こうに行ってから、コーヒーは飲んでます、ちなみに。わ、気づいた。ちょっと待って。ちょっと待って。チンチン、ついたり飲まして。うわぁ！やったー！